造園業とは、造園空間を設計、監督、施行する業種のことである。造園工事業として、建設業法に規定された、建設業の一業種で、500万円以上の造園工事を請け負う企業を営業するには、国土交通大臣、または都道府県知事に届け出て、許可を得ることが必要であり、造園施行管理技師、または、 造園技能士の資格を持つ技術者がいることが許可要件の一つになっている。造園業に関する職業訓練は、樹木の管理、竹垣試行、飛び石など試行、レンガ試行など、造園業に必要な知識と技術の習得を目指す、訓練を実施する。学科は造園概論、病理、土、肥料、材料、設計、製図、カナダドル操作などを講義し、 実技は造園実習、庭園管理実習、農業機械使用法などの訓練を実施している。職業訓練施設によって程度はあるが、造園用機械、工具類の取り扱い、庭園の基本的な設計、施工、管理作業を通して、技能検定試験の2級程度の知識と技能の習得をベースとして、造園施工と造園管理の能力開発を行っている。 造園業に関する職業訓練施設は以下のものがある。一般社団法人日本造園建設業協会、ジャパンランドスケープコントラクターズアソシエーション略称、ひつくり協は造園工事業を営む全国各地の企業で構成する団体。本部は東京都文京区にある。47都道府県に支部がある。百六十五年任意団体として、 日本造園緑地組合連合会が設立。1971年に建設省から社団法人許可され、社団法人日本造園建設業協会に改称。1972年に建設業法第27条の33により建設大臣に届け出。2012年に一般社団法人となる。一般社団法人日本造園組合連合会。 ジャパンフェデレーション・オブ・ランドスケープ・コントラクターズ略称造園連は全国各地にある造園組合の連合組織として1974年に設立。本部は東京都千代田区にある。現在日本で最大規模の造園業者団体となっている。2004年には浜名湖花博への出展庭園がパシフィックフローラ大賞最高賞を受賞している。ありがとうございます。